はい、どうもハリッチです。今回もですね、プラネタリーアナイレーションタイタンズやっていきたいと思います。さあ、前回ですね、 AI スカーミッシュで惑星を破壊してね、勝ったんですけど、今回はですね、この金属系惑星2つでとあるものを作ってね、片方側の惑星を破壊させようかなということで、私以外のプレイヤーが2人コンピューターいるんですけど、片方が近く片方が遠くに降りるんで、そうだね、まあどっちでも一緒か。とりあえず降りましょう。こっかな。まずそいつを倒しながらですね、他の惑星のまあ育っていくやつをこの惑星からね粉砕してやろうかなと思いますね。なんでまずは上級のボット工場か、まあ何でもいいや、戦車でもいいですけどね、作っていこうかなと。いや待てよ、終わったら一回やめよう。先に工場2つかな。で、出てきたボットは1人ね、まずは支援に回して、で作りましょうか。で倍率ね、2.5 倍にして、これ遠くのやつが 2.8 倍、で近くのが 2.3 倍ですね。割と多いので、多分誰も資源は困んないかな。まあ短期決戦用にですね。よし、これ支援に回して、作りましょう。まあそうだ、一応いるので、最初ね結構自爆のやつ使ってくるんで、一応作りましょう。タレットですね。まあ対空はタイタンというコマンダーがいるので、それでいいかな。ですけど、一応このタレットの真後ろに置いていきましょう。なる程度ね、できてきたら上級のボット作りますけど、まだわかな。ストレージとか置きたいし、まあ、電気もねないので、この2体はコマンダーの支援ですね。よし、ここでまあ大丈夫でしょう。備蓄分作りましょう。まず電気の備蓄と塔ですね。君は金属貯蔵庫ね。よし、この余りでこの3つね取りましょう。この2体でここの2つで、3体暇なんで対空ですね。見つけた？遭遇、上空だね。対衛星軌道の防衛も作りましょう。まあ、これで大丈夫ですね。あとはせっかくね取れるんで、それをね収めて行くのと、もう上級のボット工場作ってもいいかな。はい、これはどこ置けるかな。ここかな。ちょっと外向きですね。対空もできたので、とりあえずね縦でも張るか。やってますね。まだまだ君に働いてもらおう。起きづらいね。戦車は一回止めちゃうかな。なんか作るか。ちょっと大きいな。この辺で防衛部隊展開ですね。こっちもやりましょうか。
まだ無理だね。そう、できたので上級を10体ほど作ってみんなで支援してやっていきましょう。ここで金属取れるので、そっからですね、敵の粉砕に行こうかなと思うんですけど、これ並べようか。で、多分その他の惑星のやつが飛ばしてくると思うんで、まあ、上空からね守りましょう。よし、舞台の展開済んだので、次はね、盾でも張っとくか。よし、この3つは、とりあえずここかな。行けたら。出しまして、少しね、支援に残しましょう。で、他ので、まあ、金属貯蔵庫作るか。こんな感じかな。よし、できた。まず半分で内側ね、もう半分でここ、まあ、安全になったのである程度取りに行って、済んだね。次ここの安定かな。お、終わった。よし、もっと作ろう。足りないですね。彼らには上級の電気作らせて、これ敵だね。よし、早いね。さすがにすぐできますね。あ、そんなところに盾作ったんだ。なるほど。よし、できたので、あとこっちね、変えれば OK かな。で、ここはね、安全になったので、余ってる分かんないな。アドバンス、余ってる子たちでここね取って、そしたらもう決戦かな。お、よし、ここじゃあひたすら作りましょう。こっから正面に向かって舞台ね、こっちからも同様に展開しよう。上飛んでるね。これなんだ。あー、少しを対空に回そう。対衛星ですね。もうちょっと前出たいので作るか。終わったら空軍も出そう。この辺使えないから適当に置いていこう。出してきたね。空軍も出しますか。空軍はまあこの辺をね、空爆が3、
輸送しないんで、まあ、戦闘機1の感じで割り当てていこう。で完成したら半数を支援に回して、他こっちの支援かな。よし、撃ち落としたし取れたね。こんだけあれば十分なので、どうしようかな。置いて一個でいいか。ああそうだね、対空を置いとくか。対空がないね、こっちも。こんなもんでしょう。で、余りの半分くらい使って取っちゃって、残りの余りとここね合わせて出て、よし、先に衛星を置いて電気、上級作っとくか。よし、抑えてるっぽいですね。もうちょっと前に展開するか。どこがどこの辺か分かんないな。これが確かこの辺だよな。もうできたね。もうちょっと前かな。舞台展開と一気援護ね。まあもう十分かな。じゃあね、次はパトロールとかなしに、おっと上空に、嫌ですね。あとはですね、いるね、対角ランチャーを。相手どんなもんなんだろう。結構進んでんのかな。これ鬱陶しいな。どっから蹴んのこれ。あ、この辺全部か。そうだね、よし。でひたすらこれ上級作るか。終わったら回復用に適当に出して、これ戦車のやつか。上級戦車も作ってあげよう。よし、抑えたっぽいですね。もうちょっと前だな。タレット作った気がするんだけど、まあいいか。よし、この辺かな。一回進軍しましょうか。でこの辺もね対策しまして、起動核破壊されると核爆弾を起爆で死んじゃうよね、ここでね。
あれ、ここにいんのって緑だけじゃないのかな。あ、テレポーターから来てる。めんどくさいですね。ここに防衛陣地いるね。もう作ってますけど。もうちょい作るか。で、2体は残すと。あれ1個だけだっけな。まあ、ならそれの支援に当てよう。何かが何かがいるんだけど。何なんだろうあれ。偵察機っぽいけどな。この辺作ろうとしたけど失敗してんね。これが悪いか。よし、ではね、ここのタイタンやってないからまだ早いか。先にやっときたいな。島根全部集めよう。全部集めたら、あー、この辺もいんのか。ここにちょっと作るか。もうちょっとね、集めれるんで、ちょっと集めましょうか。おしまい出てくれたので、いいですね。あとこれ1個置いとくか。これ邪魔だな。どっから出てんのこれ。これか。決定戦力が欲しいので、ここからのを使いたいな。終わらせよう。ちょっとこれフラッグタンク、非常に広範囲にダメージ与える空の標的のみ。あー、対空ね。モルタルタンク、長距離。モルタル3、ヘビータンク1、アサドタンク1の割合で量産しましょう。主に槍で戦おう。空爆されてる。やってくれましたね。フリーのアドバンスド6機もある。ここ4機だけだけど、あ、いいか、集めちゃおう。待って、そんなにいらないな。この3機を作業ロボット、残りの3機で敵制圧用の部隊を作ろう。出ればいいや。適当ですね。これでね、まあ、やっと作りますけども、この超兵器、一つの金属系惑星上に建設するとはないレーザー。レーザーですね。こっからね、もうとんでもない威力の高火力なものが出るので、それ使って敵をね、粉砕していくと。できた。早いね。一瞬ですね。この惑星のタイタン死んでないんだ。タフですね。非常にタフ。結構硬いな。足んないかな。追加する？追加するか。
結構早いですね。よし、みんな手伝え。ひたすら作って、他の部隊の展開がよくわかんないのでこれか。この3つはん、この2つか、この2つはここの戦車部隊と合流、すなわち合流ですね。今すぐね。ターレットここ置きたいな。ここでいいか、置いて、あとレーザーですね。これを置けばもう終わりでしょ。うわ、すごいですね。あ、こうなってんの。へえ、終わらせてあげようか。全軍出撃。タイタンは1体しかいないので、まずはテレポーターを塞ごう。あれないな、もう。あ、これか、破壊してあげよう。こんな近いんだね目と鼻の先じゃん。よし、作るか。2個目、置けない。これ邪魔かな。停止かな、停止じゃないか。壊せで作れ。そんないたんだ。上級の部隊はまだ行ってないな。この辺かな。なかなかしぶといですね。お、だるいのいますね、上空に。うちも作るか。アドバンス70いるんだけど70か、いるね。衛星機動ランチャー出すか。上級、上空さえ守れればいいのでひたすらね。あいつやれるかな。タイタン級、うちも作ってもいいか。お、死んだ。よし、あ、であれば終わりかな。ちょ、残すか。3422、さあ次作りましょう。邪魔なんでちょっとパトロールしてくれ。お、核だ無駄無駄、この辺守らないといけないか。内回り出そうかな。あれって地上だけなんで放っといてもいいんですけどね。ここでね、ちょっと手が余っているこの部隊使って衛星機動のやつをこうやってこう惑星上に置いていきましょうか。こうやるとね、ちょっとね、やりづらいんだよね。他のができるかどうか。あと2つか。やったかな。よし、で上空固めれば、あとは核がちょっとずつ飛んでくるけど、タイタンがいる場所は安全なので、もう一個作るか。
体格ランチャーいっぱい作ろう、ここに。敵飛ばしてくるかな、来ないですね。よし、敵の1体のタイタンは何で死んだかよく分かんないですけど、まあ、最悪ちょっとリプレイとか見ようかな。まずここのね、制圧は私がやりましょう。衛星軌道上もほぼゲットしましたね。もう打ち絶え間なく出てくるんで、それが襲いかかっていくと、他の姫のやつ移動させるか。敵がいますね。ちょ、粉砕しておかないと。テレポーターがあるな、狙おう。ここはね、対衛星軌道ないから上空をちゃんと押さえておかないと厄介だね。よし、来た、早いね。移動しよう。あと1個、これもうちょいなんでね、作れば敵を粉砕できるかなと。こんないらないあ、でも上空来たな。よし、セット。火花部隊はあっちの手助け行こう。お、来たね、狙え。一気だけなら怖くないでしょ。あ、結構強い結構強いけど結構食らってる。よし、戦いは数です。数と力、今回の場合敵力使ってますが、終わり。あー、どうしようかな、こいつが死んでから出すか。準備完了。はい、数ですね、標的。出力最大、撃ちましょう。さあ、敵は死にました。こうですね。いや、いいね、いいね、この殺し方。金属系惑星であればこういうこともできるということですね。リプレイ見るか。戻りますね。これで、まあそうだね、じゃあ他の惑星みたい、こっち見るか。撃ち抜かれるわけですね。もうちょっと戻ろう。ここからの、どこだ、あれ、あれだ、あれから、撃ち抜かれると。よし、もう一回戻ろう。こっちからだとどっちなんだろう。あんま見えないな。あれですかね、あれだ、あれすごいな、こういうわけですね。いやいやいや、すごいですね。これもまたこのゲームの惑星破壊の一つの手段ですね。あとは惑星に惑星ぶつけるってやり方があるんだけど、それだけちょまだ分かんないので、ちょっとやってみたいな。前回はね、その作って破壊する、もう、あ、もうそうですね、なんて言うんだろう、作って破壊するだから、まあ、自爆に近いようなやり方ですけど、今回の場合はね、惑星を使って攻撃できるので、ここの資源無駄にならないわけですね。これはいいよね。戻りますか。さあ、あとはちょっと惑星に惑星ぶつけるってやり方かな。一回ね、できたんですけど、動画外でね、それはね、事故でできただけなので、ちょっと普通に、でも2つの惑星でやった場合、自分の惑星ぶつけたら両方死ぬんですよね。ある程度あるところでやんないといけないかな。で、惑星ぶつけるのって多分衛星かな？今回の場合離れてますけど、大きい惑星の周りに衛星が飛んでる近いマップがあるんですけど、多分その状況で衛星をぶつける感じだと思うんですよ。それかなと思うので、それもちょっとやってみたいですね。とりあえずね、今回はこれにしましょう。